仮面試験が終わり、寮に帰ったその日の夜、僕はかっちゃんに呼び出された。個性の話。ずっと気色悪かったんだよ。無個性で出来損ないのはずのてめえが、どういうわけだか遊泳合格して個性発言しててよ。てめえ前に言ってたよな、自分の個性は人から授かったものって。オールマイトからもらったんだろ、その力。個性の話と言われた時、何のことかはもう分かってた。言いつけを守らなかった報いだった。聞いてどうするの。てめえも俺もオールマイトに憧れた。ずっと石ころだと思ってたやつが、知らん間に憧れた人間に認められて。だからよ、戦えや、ここで今。え、待てよ、なんでそうなるの。てめえの何がオールマイトにそこまでさせたのか確かめさせろ。来いや。マジでか、かっちゃん。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。てめえの憧れの方が正しいってんなら、じゃあ俺の憧れは間違ってたのかよ。間違ってるわけないじゃないか。憧れが間違ってるなんて誰も。待ってってば。僕の形を。いつも後ろにやがったのに、どんだけぶっ叩いてもいつも背中に張り付いてやがったのに。ふっ、その雑魚のてめえが力をつけてオールマイトに認められて強くなってんのに。なのになんで俺はここから。食い止め、形を、勝ちを取りに合わせる。シェルト、転げ、喧嘩を合わせる。これまでの成果をずっと激しく一気になんだ。これで出せる。キック負けしねえ。覚えてやがれ。ウィーン。いいぞ、こっち掴んできてる。エクセレント。なんで俺はオールマイトを終わらせちまったんだ。俺が強くてヴィランにさらわれなんかしなぎゃあんなことになってなかった。どうすりゃいいかわかんねえんだよ。ずっと抱え込んで、僕なんかよりずっと悩んでたんだ、考えてたんだ。この戦いに意味なんてないかもしれない。それでも僕はやらなきゃ。かっちゃんの気持ちを今受けられるのは僕しかいないんだから。やるなら全力だ。何もねえ野郎だったくせに、俯瞰したような目で見てきやがって。その態度が目障りなんだよ。僕にないものをたくさん持ってた君は、オールマイトより身近なすごい人だったんだ。だからずっと君を追いかけていたんだ。勝利の権限、悪いけど君に勝ちたい。僕を選んでくれたオールマイトに応えるために。負けるか。オールマイトの力、そんな力を持ってもてめえのもんにしても
で負けとんだ。